はい、どうも皆さん、お座敷レーサーチャンネルのキットです。さあ、久しぶりのカーメカニックシミュレーター2014やっていきたいと思います。で、実は、これ、まあやらなくてもいいかなみたいな感じだったんですけど、まさかのちょっとツイッターでね、コメントが、コメントというかツイートが来まして、やらないんですかと終わったんですかということだったんです。だったんですか、ついてまして、いや、そういうわけではないんですけど、こう面白いのかなと思ってって言ったら、いやいや、何を言ってるんですか、面白いですよということで、あ、じゃあやろうかと思いました。で、そのツイートでまた別の方からも、いや、このカーシミュレーター2014面白いですよってことだったんで、2人ね、こう言われたんで、もうちょっとやるしかないなと、まあ、ちょっとあれなんですかね、燃えてます地味なゲームなんですけど、まあ、それでね、あの、面白いって言ってくださる、やっぱりね、コメントの力って強い。はい、もうぜひ皆さん、あの、コメントね、いただきたいなと思っております。ぜひぜひ、まあ、このカーシミュレーターに限らず、まあ、今やってるドライブクラブ、そして、グランツリスモ6、で WRC4 ちょっとね、ほとんどこう止まっておりますけれども、全然、コメント、見ますんで、見てますんで、全部、はい、残してくださると嬉しいです。さあ、それではキットガレージを再開しまして、第1発目、オーダー12ですね、チェンジオイルフィルター、そしてチェンジザオイル、ザじゃね、これはジだね、チェンジオイルということですね。まあ、まあ、長い間オイル交換をしてなかったんで、やってくれということなんですかね、200ドルということで、早速やっていきましょう。ちょっと操作をね、軽く忘れちゃってるんで、これだったな、オイルフィーターを先に交換しようか。なんかアップデートがあったのかな、これ。ちょっとね、車が増えてるような感じだったんですよね。ちなみにオイル見てみようか。よいしょ。あー、こらあかん。これはあかんですわ。これはあかんですわ、あかんですわ。ダメじゃないですか、こんな。なるまで車走らせて。思ったけどな。ね、交換、交換。ちなみに、今撮ったのは、どれで見るんだっけな。どれだっけ、忘れちゃった。あ、これだ。ああ、おう。ミュールポンプがこれ捨ててないんだ、多分前の捨ててないんだな。おお、これはいけませんね。 21% さあ、オイル交換はどうやるんだったっけな。とりあえずこれ上げて、タイヤおかしくねあ、これだね、これやったね。で、オイル、あ、これだ、あ、どうだっけ、これを下につけて、どこだろう、どこだろうなまあ、とりあえずここら辺につけて、ここら辺につけて、で、どっから抜くんだろうな忘れてしまう。これ？これじゃないでしょ。違いますよ、違いますよ。これだ。オイルパン。これだ。あれ？これ取るんじゃないの？これ取れないの？ちょっと待って、どうやって取るんだろう。なんか前、チュートリアルが出たんですよね。これをやってくださいっていうのが出てたと思ったんだけど。あれ、どうだったっけ、どうせした、これ邪魔、まだこれダメ、じゃあまだかな、これはくそ、なんだよ、どうすればいいんだ、畜生、わからんぞ、
なわけないよね。これを行きたいんだけど、やべ、わかんねえぞ。これすげえ言われそうだな。こと、こ、こと、こ、ん？どうだ？なに？こ、ことってなんだ？これ取るのかな？いや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 。注ぐ気満々じゃねえか。あ、え？これ？え？この時点で取るのかな？そんなわけないよね。そんな、そんなわけないよね。取れるわけないもんね、こんな、これが。あ、そしてオイルフィルターを先に入れないとダメなのか。え、実際どうなんだろう。さて、オイルフィルターどこだ。やべえ、すげえ笑われそうだな、これ。なんだよ、こいつ、こんなことも知らねえのかって言われそうだな。いいじゃねえか、知らなくても。勉強するためにやってんですよ、これ。いいじゃないか。俺は勉強するためにやってんだ。ちくしょう、笑うなら笑ってくれ。知らないのを知ってるって言ってるやつの方が恥ずかしいんだ。って、自分に言い聞かせる。あ、違う。あ、いや、いや、合ってる合ってる。ああ、操作がおぼつかない。はい。で、つけて、新品にして、で、上げて、え、インフォメーション？え、何？インフォメーション？ああ、だよね。チェックが入ったね。そうそう。本で、なんか、嫌な予感がするんだよね。なんだろう。この一末の不安は、え、なんだろう、え、ノーパー、え、どういうこと、え、全然わからん。あ、どういうこと？いや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 、まさかね。そんなはずはないだろう。そんなはずはないだろう。もっとこう簡単に取れるところがあるだろう。まさか、嘘だろ。そういう、マジ？嘘だろ。この駅前を取らないとダメな感じよとして、嘘だろ。ちょっとやってみよう。違うな、絶対違うな、これは絶対違うよ。なんかどっかから抜き取るがあったんだよね。どこだろう。あ、違う違う、待て待て待て、先に抜いちゃまずいのか。これをこれを持ってきて、うん、で、あ、これだ。ああ、やっとあった。ここまで見つけるのに10分かなんとか。よし、抜くぞ。ダーちょ、ノーク。なん、
マジかよ。ちょっと待ってくれ。まあ、オイル意味ねー。わあ、オイルまみれ。嘘だ。もうちょい、ここまあいいや、いいや。まさかだったな。なんか薄々ね、薄々は感じてたけど、まさかこう受けを逃すとは。そうきたか。マジですか。軽く、あ、そういうこと？つけなくていいわけ？もうついてたわけ？わ、わー、オイルが大変なことだって。よかった、少量で。そういう問題ではないけど。そういう問題ではないけどね。オイル交換の仕方がわかんないっていうね。どっかあるなと思ったんだけど。よし、じゃあオイル入れよう。いいのかな、フラッシングとかしなくて。どうだ、まあ、少ねえとは思うんだけど、全然。おうおう、入ってるね、入ってるね。なもんか。あー、まだ結構ね、結構まだ入れていいね。全然どのくらい入れたらいいのか、このくらいかな。さあ、単独の勝利。あ、ちょっと入れすぎた。まあいいや、どうせあれだろう、買えねえだろう、オイルとか。しばらく飲み方してたら。よし、イエイ。いいのかな。あ、ちょっと大変なことになったな。ということで、まあいろいろありましたけど、一応クリア。いやー、もう一軒いけるかな。もう一軒行こっか。ちょっとえらいオイルキャップ探すのに苦労してたのは、オイルパンとか探してたもんな。まあいいや。まあいいや。さあ行くぜ。次は、リピアタイミング、タイミングベルトかな、これは。リプラスウォーターボンプ。うわー、めっちゃお金がある。1,400ドル。よし、気合入れていくぜ。よっしゃー、タイミングベルトか。タイミングベルト買えないかな。ここだね。タイミングベルトはこれだな。それはやっぱ取らないとダメなんだな。それと、これなんか。電車、これを取らないとダメなんだ。ちょ、難しい。これを取って、で、取る。よっしゃ。あと、ウォーターポンプってやつね。ウォーターポンプ。ウォーターポンプ。ウォーターポンプ。これ。ウォーターポンプですか。あ、ウォーターポンプはどこにあるんだ。この裏かな。何がどこについてるのかさっぱりわからん。どこだ。これはオルタネーターだもんね。これはあー、あった。これだ。これ悪いのかな。あー、やっぱこれか。ボコッと外して、そしたら魔法の箱で、タイミングベルトとウォーターポンプを買いましょう。タイミングベルト、ウォーターポンプ、タイミングベルト。EFGHRGLM。
RSPP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 P
しまった、ひょっとして修理できたんじゃないか、ここで。あー修理できた。うわー12ドル損しちゃったな。まあいいや、売ろう。あ、修理して売ればいいんだ、これを。これを修理して118ドルで修理して、で売ろう。ほら、ちょっと利益になった、利益に。セコセコ、いいんだよセコくて。もうほんとね、会社経営はセコくてなんぼですからね。はい、こうじゃなくて、え、ちょっと待って、あ、外しになってるね。じゃこれつけまして、ベルトつけてと、これだな、これも変えた方がいい気がするんだけどな。でも一応ね、あ、ちょっと待って、あ、これだ、これを変えないといけなかった、これ変えちゃったな。いやあ、これか、テンションだ、ん、ちょっと待って、何を変えるんだ、ここ読んでないな、そういえば。タイミング、マイフェンタ、タイミング、え、できるか、タイミングベルトかと思ったけど、これではなさそうですね。そしてここら辺意識ごっそり変えろってことなのかな、なんかそんな気がしてきたな。ちょっとここら辺外してみようかな。ここ外して、じゃあ修理できるかな、修理できそうだったら修理して、あーできないね、じゃあ買うんだよ、かん、マジか。さあマジックボックスに相談して、フォーム掴んでいる、なんだっけ、ベルトテンションと、アイドル、ここら辺だな、ん、あれ、あ、これだ、あ、おいおい、間違えましたね、申し訳ない。この辺を変えないとダメなのかな、そしてダイニングベルト周りをこう変えないとダメかな。なんであそこだけこう汚かったのかっていう話なんですね。つけて、これどうだ、うん、これも変えないとダメな気がするな、だよね。これも変えましょう。だから1400ドルもあったのか、通りで高いなと思ったんだよな。ここら辺だね。ああ、ごめんごめん。もう2種類あるんですよね。その V6、ね。V6 のやつと普通のやつと。普通のやつですね。やっぱ高いですね。スポーツカーの。スポーツカーっていうか、スポーツの。スポーツカーとかね。やっぱり。うん。高いよね。まさかだったな。そんなにたくさんあるとは思います。さあ、どうだ、よっしゃ、来たー、いやー、チョコが
OK なのかな。よし、さばいた。今日は2人のお客さんもさばきましたね。おっと、ローディングが長いぞ。どうした、大丈夫か。ああ来た来た、危ねえ、びっくりした。さあ、ファインダーエリミネーターザプロブレということで、今回ちょっと時間がね、いい感じで迫ったんで、今回この辺で切りたいと思います。まあ、カーシュメーター2014、頑張ってやっていきたいと思います。まあちょっとね、こうなんだろう、定期的にというか、あ、まあちょっと難しいかもなんですけれども、まあ週1のペースでは上げていこうかなと思ってますので、よろしかったらですね、チャンネル登録をしてくださると嬉しいです。今回の動画面白いなと思った方、もしくはこうおっちょこちょいなやつだなと思われた方は、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッターもやっております。ツイッターのフォローの方も合わせてお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。なんか最後決め台詞あった気がしたけど、ちょっと忘れてた。またお会いしましょう。